ウィリアム・スコット・ミドルブルックスは、アメリカが州国テキサス州ハント郡グリーンビル出身の元プロ野球選手、ウトウミギウテクサーカナのリバティアイロー高等学校野球部時代は、遊撃手と投手としてプレーしていた。投手として、時速140キロメートルの速球を投げ、チームは2006年のテキサス州、トリプル a クラス選手権に優勝を飾った。二千七年には、 テキサス州スポーツ記者協会により最優秀選手に選出されている。また野球だけでなくアメリカンフットボールやバスケットボールもしておりアメリカンフットボールチームではクォーターバックやプレースキッカー、パンターなどでプレーしベストパンターに選出された。同じチームメイトにラミカエル・ジェームスがいる。ミドルブルックスはドラフト指名されるまでは野球より アメリカンフットボールの方が好きであることを認めている。テキサス A&M 大学に進学し、野球とアメリカンフットボールを続けたいと語っていた。2007年の MLB ドラフト5巡目で、ボストンレッドソックスから内野手として指名され、8月15日に契約。契約金は92万5000ドルドル。2008年に、参加の a 級ローウェル・スピナーズで、 プロデビューを果たし、五十九試合に出場して打率、二百五十四一本塁打二十一打点、十0盗塁の成績を残した。二千九年、A 級グリーンビルドライブでプレーし、百三試合に出場して打率、二百六十五点七本塁打五十七打点を記録。二千十年には、A 級セーラムレッドソックスに昇格し、百十四試合に、 出場して打率、276、12本塁打、70打点の成績を残した。2011年には、AA 級ポートランドシードックスでプレーし、同リーグのオールスターゲームに選出され2塁打を放っている。また同年のオールスターフューチャーズゲームに出場し、活躍した。トリプル A 級ポータケットレッドソックスに昇格すると、テレビ局 ESPN は、 将来のレッドソックスのサンルイッシュとして紹介した。このシーズンは2球団合計で116試合で打率。285、23本塁打、94打点をマークした。レギュラーシーズン終了後、アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデール・スコーピオンズに所属。13試合で4本塁打を放った。11月18日、レッドソックスは林明戦。 ドレーク・ブリットンと共に40人枠入りした。2012年は、トリプル A 級ポータケットでスタート。24試合93打席で打率。333.9本塁が、27打点を、マークすると、5月2日に故障者リスト入りしたケビン、ユーキリスに代わりメジャー登録された。同日メジャーデビューを果たし、2安打を記録。5月6日には、 メジャー初本塁打となる満塁本塁打をボルチモアオリオールズ戦で放った。ミドルブルックスは正直人生で最大の喜びだよと語っている。ミドルブルックスの台頭によって生え抜きスターだったユーキリスがシカゴホワイトソックスへトレードされ新たな三塁のレギュラーとなり75試合に出場、15本塁打、54打点を記録した。 8月10日のクリーブランド・インディアンス戦で支給を受け右手を骨折。翌日故障者リスト入りし、シーズンを終えた。2013年は自身初の開幕ロースター入りを果たしたが、5月24日にセカブの痛みを訴え、15日間の故障者リスト入りした。6月25日にトリプル A 級ポータケットへ降格。8月10日にメジャーへ最初を浮した。 この年は94試合に出場し打率、227、17本塁打、49打点、3盗塁だった。ポストシーズンでも、ロースター入りし、チャンピオンシップシリーズの第2戦では8回裏に2、塁打を放ち、デビット・オルティーズの同点満塁本塁打へと繋いだ。ワールドシリーズでは、第3戦のみに出場。同点で迎えた9回裏1し2.3塁の、 画面で、ジョン・ジェイが放った、中堅方向の打球を二塁手のダスティン・ペドロヤが補給し、三塁走者が本塁へ向かっていたため、本塁へ送球し、タッチアウトとなった。同時に、保守のジャロット・サルタラ・マッィアは二塁走者のアレン・クレイグが三塁へ向かっていたため、三塁のミドルブルックスへ送球。しかしこの送球が冒頭となり、ミドルブルックスは、 ダイビングキャッチを試みたが補給できず、走者、クレーグは、ミドルブルックスと接触し、転倒しながら、本塁へ突入。こぼれ球を補給した、左翼手、ダニエル・ナバが、本塁へ送球し、完全なタッチアウトとなったが、三塁塁審の、ジム・ジョイスが、ミドルブルックスの走塁妨害を取ったため、セーフとなった。結果、ポストシーズン史上初のサヨナラ走塁妨害となった。 この試合が自身にとって2013年シーズン最後の試合だったが、この後レッドソックスは3連勝し、ワールドシリーズを制覇。チャンピオンリングを手に入れた。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。シーズン開幕から3類のレギュラーとして起用されるが、4月6日にふくらはぎを痛めて故障者リスト入りする。同月十五日には復帰するものの、 5月16日のデトロイトタイガース戦で右人差し指に亀裂骨折を追い、翌17日から再び故障者リスト入り、8月1日に再びメジャーへ復帰するまで長期離脱を余儀なくされた。メジャーデビューからの2年間はいずれも15本以上の本類打を放っていたが、この年は2本にとどまり、打率も200に満たなかった。2014年12月19日に、 ライアン・ハニガンとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2015年は83試合に出場して打率21。212、9本塁打、29打点、2盗塁の成績を残した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2015年12月15日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、 参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで迎え7月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした7月25日に右足を痛めて故障者リスト入りの後8月30日に40人枠外となり10月3日に FA となった2016年11月11日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び2017年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは8月末まで参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスに配属された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月10日に40人枠から外れる形で、AA、a a a 級ラウンドロックに降格し、同日中に FA となった。 2018年1月3日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。テキサス州、グリーンビル生まれで、テクサーカなシ育ち。ライアン・マレットとは幼馴染みである。2012年に12歳の頃からの顔見知りである、元ダラ・スカウ・ボーイズのチアリーダージョーと婚約していると報じられた。だが、同年12月より、 ボストンの地元局ネソンレポーターのジェニーデルとの交際が報じられ2016年に結婚した。ありがとうございます。